これからもまた市民の皆さんの暮らしが便利になるように提案を続けていきたいと思っておりますし、基本的な私の考えはこちらです。先輩議員から言われたんですけども、市役所というのは市民に役に立つところだと、これを市役所と言うんだと、この言われた言葉は私は今も肝に銘じながらですね、議会活動を続けております。